本ぐらい。
まり味出なくなっちゃうから。昔はそれから休みの日言うと朝から冬を炉へ火を起こしてね、はい、でガツガンガン家の中で暑くてやれんからこの道路を入れてね昔は道路を舗装してなかった土やったからね、体動いてて下の台になる鉄のやつを置いてもよかった。今はこのアスファルトやからね、うん、置いて叩くとベンカベンカベンカ台を踊ってやれへんから困ったよ。で土のとこ探して行くねんけど、老お子さんならんからね、そこらでやると怒られちゃう。それ休みの日にやるもんなんですか。昔はね、今はそんなことしてないけど、休み休みでやせんと怒られちゃう。あ、でも昔の職人さんというのは休みの日に自分の道具を、うん、朝のうち半日は自分の道具を引き作っておいて、で日作りだけは休みの日にやるっていうのが多かったんや。それが職人と弟子のコミュニケーションの場でもあったわけよ。
それを喋りながらこうやってお前それダメだこっちだよなんて、うん、それ仕事を覚えていくわけ、うんうん、そこで教わるというか、うん、そうそう、ほんでそれ休むと今度ちょっとな昼飯ば一杯飲みに行こういてあその兄弟子が弟弟子連れて一杯飲みに行って食事しながら飲ませてくれるやん、で弟子はそれが楽しみで朝のうち一緒だだから兄弟子にいるんだと昼飯がいいのが当たるとか今日は当番誰である人はあ大変だねやる前からちょっとがっかりしたりして